どこに行くの。キャンペーン対上方落語ボーイズが決定まあ今後このキャンペーン対が中心となり、様々なキャンペーンやイベントなどを行っていく予定になっております。上方落語ボーイズ結成初日にようこそ。いつまでこのボーイズが続くか分かりませんが、しかしまあ40代、32から42までですよね、はい。今中途半端なボーイズですけども、この6人がおじいちゃんズになってもバリバリやっていたいなと思います。はい。まあ、この6人で上方落語界の東方神起を目指してですね頑張ってやっていこうと思っております。まあこの祭りでですね、一般の方に、落語というものをもっともっと注目していただけるように頑張ろうと思いますので、よろしくお願いします。この祭りを通しまして、一般の方もいろんな方に話し家はこんなにたくさんいるんだということをさらに示せればなと思っております。我々だけではなくて、そう、この6人だけじゃないですね先生に来たいと思いますので吉本松竹の間には千日前にですね、まあ、ベルリンの壁みたいなものがあったんですけど、そこを渡るときにものすごくプレッシャーがかかるもんでしたけども、今回でその壁がもうなくなるということで、その壁が崩れる、千日前が崩れるんじゃないですか。あと吉本松竹は米朝事務所さんの落語界のプロデュース能力を見習って僕はNGK という吉本さんの舞台に工場の司会ということで出させてもらうんですが、とても楽しみです。で、ぜひこういうのを落語会に来たことないという方に一遍でいいので足を運んでいただきたいと思います。どうも、月出はちみつです。ようこそお越しいただきまして、僕もこの落語ボーイズに選ばれたのが非常に光栄で、ちょうど僕が落語に目覚めたのが先々週なんですけれども、こういう新しい気持ちのもと、うちの親父に相談しましたら、うちの親父が、去年の秋に目覚めまして親子ともどもこう落語というものをまた新たな人に知ってもらうという気持ちで、今増えてきております。落語家もなのでいろんなタイプの人間がいておりますので、自分の好みの落語家さんを見つけていただいて、そして楽しんで帰っていただきたいと思いますので、ぜひとも第1回の上方落語祭りお越しいただきたいと思います。どうも、あ、これで、はい、どうぞよろしくお願いします。また来てください。上方落語祭りやってます。どうぞ、お母さんお願いします。もらいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、有名な世界の方、どうもどうも、ありがとうございます。どうも、すいません、今度お客さんにも渡してください。どうぞ。いや、先行ってください。そんなこと言うなよ。どうも、こんにちは。で、次真ん中でお願いします。いやー、結構な人にね、見ていただきまして、たくさんの方に、PR できたと思いますので、ぜひですね、これ本当に来てください。たくさんの話がたっぷり落語を
しますもんですから、はい、1つ、はい、4月28、29、30と、はい、いうことで、はい、7会場16公演ということでございますので、はい、どうぞよろしくお願いします。